日本共産党の佐々木健翔でございます。まずですね、金融機能安定化法の、強化法の仕組みについて、確認をしたいと思います。この法案ではですね、資本注入の資金、これは預金保険機構が政府保証によって調達し、最終的なこの損失が出た場合はですね、この税金で、負担する、まあ、そういう仕組みになっております。まあ、利益が出ればいいけれども、損失が出たらですね、まあ、最終的に付けが国民に回ると、そういう仕組みだというふうに理解しておりますが、この点、もう一度確認したいと思います。金融庁内藤総務企画局長。お答えいたします。資本注入にかかる資金は預金保険機構から調達をいたしておりまして、預金保険機構は政府保証に基づきまして資金調達をするということで運営をされておりますが、委員ご指摘のとおり、損失が発生をいたしまして返済ができないということになりましたらですね、最終的には政府の負担ということになるかと思います。委員長。佐々木健翔君。そこでですね、アメリカのこの緊急経済安定化法ですね、これはどういう仕組みになっているかということを確認したいんですが、この法案は、10月1日に上院で、可決されまして、10月3日には下院を通過し、即日成立をしております。で、この緊急経済安定化法ではですね、報道等によりますと、不良債権等の買い取りや資本注入などに利用できる資金として、最大7000億ドルの権限を財務長官に与えております。すぐに使えるのは2500億ドルだけでありまして、その後大統領が必要と判断した場合にはさらに1000億ドルの支出が可能となっています。しかしそれを超える350億ドルについてはですね、議会の承認が必要だということで、議会に要請して15日以内に否認されたら執行できない、まあ、こういう仕組みだというふうに思われますが、こう理解してよろしいですね。内藤局長。米国の緊急経済安定化法でございますが、不良資産救済プログラムを通じまして、最大7000億ドルの不良資産の買取権限が政府に与えられていると承知しています。その内訳といたしまして、法案成立時に2500億ドルの買取権限が財務長官に付与され、財務長官の権限行使にあたり追加資金が必要であると大統領が承認した場合には、この買取権限に1000億ドルが追加され、その後、大統領が財務長官の買取計画に関する報告書を議会に提出し、15日以内に合同決議がなされた場合には、残りの3500億ドルの買取権限が財務長官に与えられるものと承知をしております。なお現時点では10月14日に大統領が1000億ドルの追加を承認しておりますことから、財務長官の買取権限は3500億ドルとなっているものと認識しております。委員長。佐々木健翔君。まあ、基本的に私が言ったとおりだと思うんですが、そこでですね、次に問題は、買い取った不良資産をですね、処分する、あるいは資本注入で手に入れた、株式等を売却してですね、5年後になお損失が出た場合ですね、それはどうなるのか、損失は直ちに財政負担となる、そういう仕組みになっているんでしょうか。内藤局長。お答えいたします。米国の緊急経済安定化法では、その施行から5年が経過した段階で、行政管理予算局長が議会予算局長と協議の上、同法に基づく不良資産救済プログラムを通じまして、政府が保有することとなった金融資産の純資産額を議会に報告することとされております。なお、その際、万一欠損が生じていた場合には、大統領が金融業界に当該欠損額を求償する法案を提出する旨の規定が盛り込まれているものと承知しております。委員長。佐々木健翔君。今の説明ではですね、この最終的に、欠損が生じた場合、損失が生じた場合はですね、この金額について確定をして、まあ、5年後にですね、
で大統領が、法案を提出する。でその場合、財政負担にならないように銀行業界に負担を求めると、まあ、こういうものになっているということで、よろしいですね。内藤局長。いいかどうか確認。はい、金融業界に当該欠損額を急消する法案を提出する旨の規定が盛り込まれているということです。佐々木健翔君。このアメリカの法案、法律はですね、日本が今その金融機能強化法を提案しておりますが、この最終的な損失の処理の仕方が根本的に違うんです。アメリカではですね、まあ、あれだけ大変な金融危機が発生をしてですね、それに対して、対応しなきゃならない、まあ、一定の財政負担を当面はすると。しかし5年後にですね、この損失が残っていた場合には最終的には銀行業界にその負担を求めると、こういう仕組みになっているわけです。それ銀行、大統領がそういう法律を提出できると、こうなっているわけです。でこの点ではですね、日本は、まあ、最初に確認しましたけれども、損失が出たらこれは全部丸々、即ですね、まあ、いわば財政負担、国民負担というふうになると。これはやっぱりアメリカと日本の違いだと思いますけれども、財務大臣、この違いというのはお認めになりますか。中川大臣。アメリカにはアメリカのやり方、日本には日本のやり方でやります。委員長。佐々木健翔君。まあ、したがって日本はアメリカとは随分違って国民負担が簡単にですね、発生すると、そういう法案を提案されているということが確認されました。では次にですね、これ自体私は非常に重大な問題だと思いますよ。やはり国民負担がない方法だってですね、考えられるわけでありまして、それを選択しなかったっていうのは、私は根本的に、これは容認できないシステムであると思っております。次にですね、金融機能強化法案の資本注入の対象でありますが、これは地域金融機関の範囲について、であります。これはノンバンクというのは適用の対象外というふうに、考えてよろしいですね。谷本内閣副大臣。金融機能強化法は銀行等の預金等取扱い金融機関を対象としておりますので、ノンバンクは対象とはなっておりません。委員長。佐々木健翔君。金融機能強化法の中心的な目的はですね、中小企業金融の円滑化を図るということであります。でこれはまあ、簡単に言いますと、大臣、貸し出しを増やすということ、あるいは貸し出しを少なくとも減らさない、そういう目標を持って、当たるということだと思いますが、そう理解してよろしいですね。中川大臣。その金融機関のお客、取引先のニーズにできるだけ応えるということだと思います。委員長。佐々木健翔君。まあ、ニーズに応えるということは、中小企業に対して、親切に対応し、融資を拡大する、あるいはそう簡単に引き上げるというようなことをしないと、まあ、こういうふうに、理解してよろしいかと思います。さてそこでですね、この中小企業向け貸し出しでありますが、例えば毎年ですね、大幅に貸し出し計画を減らすと、そういう計画を持っていると、こういう銀行の場合はですね、これ当然そんなのは注入の対象にならないと思いますけれども、いかがでしょう。内藤局長。金融庁といたしましては、国の資本参加後においては当該金融機関の中小企業向け貸し出しの円滑の方策等の実施状況について定期的にフォローアップを行うこととなっております。で仮に計画の履行に改善が見られない場合には、報告徴求によりまして原因を精査をいたしまして、さらに改善の努力が認められないという場合には、必要に応じて計画を履行するための監督上の措置を講ずるということにしております。なお具体的な方策につきましては、今後の政府令等の作業の中で検討していくこととなっておりますけれども、その際には現行の実務におきまして、中小企業向け貸し出しの総資産に占める割合が計画の指揮を下回る場合には、
業務改善命令の発動をも検討するということを考えておりまして、今後、中小企業向け貸し出しの水準が適切に確保されるような制度、運用となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。以上、佐々木健一郎君。この中小企業向け貸し出しのですね、金額全体が毎年毎年減るような、そういう計画を持っている銀行、あるいはこの貸し出しの比率がですね、どんどん低下するような、そういう銀行っていうのはですね、これは当然その最初から注入の対象にならないと思うんですけれども、いかがでしょう。内藤局長。今回の金融機能強化法案の提出の大きな理由といたしましては、やはり世界の経済、金融が激変をいたしまして、それに基づく大きなダメージを受けたということに対して、放置しておりますとさまざまな悪影響が生じると、これを改善をし、さらに良くしていこうと、中小企業の金融の円滑化を図っていこうというのが趣旨でございます。そういう観点から、先ほど申し上げましたように、金融機関の状況について常に密接にこのフォローアップをしまして、問題があればこれを是正をしていく、そういう対応を取っていきたいということでございます。質問に答えてない。委員長、検証。質問に答えてないんですけど。内藤局長。もう少し申し上げますと、現行の監督指針における監督上の措置におきましてもですね、経営強化計画に盛り込めた指標が、これは中小企業向け信用供与の総資産に占める割合でございますけれども、これが経営強化計画の指揮を下回った場合に、まず1期目の場合には報告徴求ということで、必要に応じて業務改善命令を発動を検討すると。で、2期目につきましては、そういう意味じゃないということ。佐々木健一郎君。そういう意味ではなくて、それはその注入後の、要するに経営計画を出させた後のですね、対応でしょ。それを聞いてるんじゃないんです。本来この金融機能強化法の対象となるべき金融機関というのはですね、金融その中小企業に対する貸し出しをどんどん減らすような銀行、最初からそんな計画を持っている銀行というのはまれだと思いますけど、そんなところは対象にならんということだということは、どうなんですか。内藤局長。当たり前じゃないか。申請時におきましてはですね、私ども現在検討しておりますのは、基準 4% の基準の例えば未達項におきましてですね、従来であれば一律に経営責任を求めるというような取り扱いでございましたけれども、今回は例えばその内政的な要因でそういった状況に陥ったのか、あるいは外政的な要因で陥ったのかというようなことを分析をいたしまして、仮に内政的な問題で陥ったという場合にはですね、やはりこの経営体制というものが責任ある形で確立しているかどうかということを精査をいたしまして、それがそうであるならば申請に乗ってくるというふうに考えております。委員長。佐々木健一郎君。大体ね、質問にまともに答えないのけしからんよ。そんな話聞いてるんじゃないでしょ。私はね、なぜこんな質問したかというと、新銀行東京を念頭に置いてるからなんですけどね。地方自治体が支配株主となっている金融機関というのは全国に何個ありますか。これ初歩的なことですから答えてください。内藤局長。1個だけでございます。委員長。佐々木健一郎君。極めて特殊な銀行でありまして、この新銀行東京はですね、石原都知事が2003年の知事選挙で設立を公約しですね、東京都が1000億円を出資して2005年4月に開業をしたものです。当時自民公明民主がこの設立に賛成しております。しかし赤字決算が続いて、今年3月決算では累積欠損がですね、1000億円を超えております。この春に多くの反対を押し切って、自民公明がですね、賛成して400億円もの追加出資を決めた。極めて異常な事態であります。経営陣に知事側近の副知事が送り込まれており、知事が作らせたマスタープランによってですね、
高利の預金と無謀な融資拡大を行ってきた。その結果、欠損がどんどん累積したということであります。1年で92億円、2年目757億円、3年目167億円、開業3年目でですね、累積欠損が資本金の 85%、1016億円に達しているわけです。で、有価証券などのですね、資金運用による損失も巨額なものであります。で、400億円の追加出資のほとんどは、リスクの高いファンド事業に、それをために使われたと、そういうふうに、言われておる。まあ、この新東京銀行というものは、もはやですね、銀行としての体を成していないと、私は思いますけど、大臣、どのように思いますか。中川大臣。金融監督行政のルールにのっとって見てまいりたいと思います。委員長。佐々木健一郎君。この金融監督行政のルールだけれども、まあ、検査はこの場合やったそうですが、中身はまだ、公表されておりません。この10月27日になりますと、この融資を行う際ですね、業者の、決算書類を改ざんし、5000万円を不正に騙し取ったということで、元行員と不正、融資を受けた業者、詐欺容疑でですね、逮捕されております。銀行の内部調査で、不正が疑われる融資が30件以上も見つかった。政治家や議員秘書らの口利きも取り沙汰されております。この再建計画が出ておりますが、この計画自体が大問題でですね、融資対象、これは、この3月1万3000社、これをですね、どんどん減らしていく。6000社に減らす。2分の1以下に削る計画になっておりまして、新規の融資拡大ほとんどありません。石原知事は発足当時ですね、こういうことを言ってたんです。これは何でもかんでも、困っている中小企業にお金を貸すわけにはいかない。この間、インタビューなどで、お魚屋さんだか、八百屋さんだか、うちには貸してくれないというが、それはそんなところには貸さないよ。商店街潰れつつあるんだから。まあ、驚くべき発言でありますが、こんなこと言ってですね、何のためのこれ銀行なんでしょうね。しかも預金がですね、最小高利で、まあ、4000億円、集めた。計画では、その預金はどんどん減らしていく。200億円に減らすと、20分の1に減らすんですよ。資金の調達先はですね、有価証券の運用、こういうところに、まあ、偏っている。まあ、事実上、これ、ノンバンクであります。で、まあ、投資組合化しているとも言われておりましてね、店舗は6店舗あったのが1店舗になる。これはね、初めから、こんな銀行は公的資金の対象になるわけがない。これ、大臣、こういう要件を書いているようなところは、最初から対象にすべきじゃないんじゃありませんか。中川大臣。この法律が出来上がった後の、まあ、いろいろなルールもさらに細かく作って、そのルール通りにやっていきたいと思います。委員長、佐々木健一郎。大体ね、こんなところに公的資金投入するのは私は間違いだと思うんですよ。税金をドブに捨てるようなものだとも言われているんです。したがって、金融庁はですね、厳しくこういうものに対応すべきだということを最後に、申し上げまして終わります。